本当にね。このまま時間が止まればいいのにね。あ、ねえ、ニコゴリ君、まだ時間ある？よかったら、もう少し一緒に。ええ。紅茶がいいな。ええ。あのね。ううん、何でもない。気にしないでね。もうすぐ3年生か。最後のクラス替えがあるわね。そういうこともあるわね。そういうこともあるわね。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。すごいものなら私もさっき見たよ。商店街を歩いてたらね、なんと羽の生えたケーキが空を飛んでたの。何それって、すごいよね。ケーキに羽が生えて飛んでるんだよ。私はそのお返し。ニコゴリ君、よかった。約束通りに会えて。ええ、案外近いのね。ええ、海ってまだまだ謎でいっぱいね。深海には
未知の生物ばかりなんでしょう。ええ、本当にね。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ、行きましょうか。やっぱりいつ来ても、ここって混んでいるわね。とりあえず、入ってみましょうか。改まってこうと、なんだか。ごめんなさい。なんでもないの。ええ、結構関心がある方だと思うわ。いいわね。ちょっと面白そう。そうなの。もう少しここにいたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。また一緒のクラスらしいな。いやいや、こちらこそ。じゃ、僕は女の子たちに挨拶してくるから。一緒のクラスになれるなんて夢みたいね。こちらこそよろしくね。悪いな、ちょっと野暮用が入ってさ。それじゃあバスに乗ろうか。うん、中に入るの楽しみだな。じゃ、入ろうぜ。小さな魚が群れ作ってたな。あいつら
あんなに小さくても一生懸命生きてるんだな。そうだよ。どんな生き物だってさ。なあ、もうちょっとどこかに寄っていかないかい？まだ時間残ってるしさ。よし、決まりだ。行こう。コーヒー、ブラックでね。さっき入り口のところにいた客、ずいぶん疲れた顔してたよな。ったく、だらしないね。少し長く歩いたくらいでさ。エミ、辛いだろうな。でも、私たちには何もできないよ。確か A 型だよ。でも別にどうでもいいだろ、そんなこと。そうだな、まあ昼寝かな。あとはバイクとか、そんなところだね。それじゃあ帰るよ、そろそろ。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。でもないわ。ちょっと考え事してただけ。それじゃあまたね。彼女、ずいぶん辛い思いを引きずってたな。彼女の心は過去に縛られているのさ。私にはわかるんだ。まあお前にもいずれわかる時が来るよ。君、よかった、約束通りに会えて。電車が来たみたいよ。